吉田がね、なんかどっか行っちゃったけど、はい、結成したんですけど、アルスカ、格上、高校生の乗り物、アルスカに会う経由出発探し、あずき、なんか、アルスカ行ったことももちろんあるんですよね、吉田。はい、まあ、あずき、あずきバー、うん、あずきバー知ってる、昔ながらの、うん、ちょっと知ってる、僕言ったのとロシア語が喋る雪見大福バー、雪見大福バー、バーじゃない、棒ついてない、熱いね、これ、おしるこ味の雪見大福、最近出たやつ、美味しい、これ、うん、結構美味しかった、いける、食べた、うん、もう食べた、出た日に食べた、早い、うん、すげえ、甘みカロリーの吉川って言われてたキャラ、そしてあずきバー、星野さん、これ、雪見大福、おしるこ味です、結構もう餅じゃないですか、雪見大福は、で、おしるこが中に入っていると、もうおしるこじゃないですか、あーなるほどね、言いたいこと分かった、こうするんでしょ、うん、あーこれ、あそうそうする、あずきバーをまず出します、はい、買った、やっぱ勝てんやん、これなんかあずきバーで歯を折れる事件多発してるもんね、うん、確かによく言うね、まずあずきバーを、本当にそれあずきバーが 1本食ってみるか、もしかしたらほら、石かもしれない、めちゃくちゃ、あかもしれない、うん、ちょっと待って、うん、あ、硬いな、これ鉱石じゃん、ダイヤモンドじゃん、これこそちょっと行くよ、硬さをちょっと表現してみよう、硬くなかったら残念だけど、あ、かっけえ、待って、こてちょっと待って、歯折れるかと思った、あ、かっ、おー、いった赤いやつや、いくよ、あったそれを食べください、とりあえずまあこれといて置いておきます、音が違う、置いておきます、まあ、うん、コップがいます、はい、コップいます、いますね、コップに、まあ、アイスバーをこう、うん、ですで、雪見大福入ってます、雪見大福を1個とか、そう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 、これを、まあ、え1個、これをこう、これを電子レンジに入れて温めたらおしるこになると思う、思いたい、甘いと思う、結構まずくはないよね、きっとおしるこになるよ、をやっていきたいと思います、で今から下に電子レンジがあるんで温めに行きたいと思います、もしも行くぜ、いいよ、残念、星野携帯忘れてしまった、なんかこの辺ブルブブブブしてんな、この辺ブブブしてんなと思う、おーこれは前は分かる、なんだろう、食らついた、前なんで食らついたの、わからん、わからん、なんちゅう顔してんねえ、変顔じゃないの、泣くぞ、え泣け、泣きわめけ、犬やんけ犬やんけ、はい、着きました、どうぞ、何気にね、このなんかオリジナリティじゃなくて、何て言うんだっけ、オブジェクトじゃなくて、まあいいや、ある意味オブジェクトかもしれない、たぶん叩いたらね、きっとねポンってなんか変なボックスになるか、うん、葉っぱになると思う回るよ、ほらペプシが回らされている、ワイン回されてるんやろ、あっまた死ぬわ、まだ死んだ、欲しいのまとめに言っちゃってよかったかもしれない、欲しいの
チンって内容でももう少し入れる。いいわ、いいよ。あ、なった。どうなった？あら、もういいんじゃね、俺。1分ぐらいがいいかもしれない。1分ぐらいがいいかもしれない。何これ？あ、モチいる。じゃあしばらく待ちましょう。次戻る頃にはいい部屋にいると思います。はい、問題です。はい、どれがおしるこでしょうか？おしるこスイッチ、いちごオレ。どれを引き抜け？これ、真ん中。おしるくスイッチ、ま、抹茶オーレ。おしるこスイッチ、こ、コーンスープ。おしるこスイッチ、こ、ココア。おしるこスイッチ、み、ミルクティー。おしるこスイッチ、こ、コーンスープ。今、私もガチしばきした音です。どうした、私も、しっかしろ。てててて、てててて。はい、やろう。食えよ、おしるこって思ってる、みんな。じゃあ、こう、ちょっと一回先食ってみていい？ああ、いや、つかも食えねえんだけど。あずきバーのこれ。え、俺まだ食えねえから。なんで？撮ってるから。動画中だから。ああ、そうだよ。だから変わるとかじゃなくてさ、まず見た目こういう状態です。多分餅溶けてますね、これ。あのね、ちょるんとしてる。ちょっと餅っぽいものを発見したので、これちょっと食べます。餅いるんだよね、ちゃんと。うん、おしるこ、おしるこすごいよ、意外と。おしるこ、あのね、あれみたい。缶のおしるこをね、冷やし、ちょっとぬるくした感じ。顔だけ残ってた。やるね。缶のおしるこをね、ぬるくした感じ、味が。ちょっと甘いかも、普通より。あ、分かる。言いたいこと分かった。うん。甘ったりいけ、まあいけるよね。思ったよ、おしるこ、あずきバーとおしるこ味の雪見大福の割には。結構じゃないですか。うん、結構いいじゃないですかって感じの企画です。特に感想はありません。おしるこしてるんで。まあ、機会があったら皆様もあずきバーとおしるこ味の雪見大福だけでできるので、やってみてください。今度あずきバーはあずきバーのまんまでさ、雪見大福をバニラ味にしてみても面白いかもしれないね。ここでバリエーションが思いつきます。ただ、チョコ味はやめてあげてください。きっとまずいんで。では、今回の企画はそういうことで、See you next time. 以上、皆さんもおしるこで冬を乗り切れ。